車場草。本来は白い花を咲かせるが、劇中では、新種の黒い花が見つかり、騒動が巻き起こる。車場草は、ヨハンシュトラウス二世が作曲した全三幕のオペレッタ。ザクセン王国の小村の住民たちが、車場草の戦時出しを飲む効能について悩む物語である。1895年12月4日、アンデアウィーン劇場において初演された。 初演時、シュトラウス2世は、序曲だけを自分で指揮し、後の3幕は、アドルフ・ミューラー2世が指揮した。この初演には、ブラームスとリヒャルト・ホイベルガーも足を運んでおり、ブラームスは、上出来な芝居と台本を称賛した。また、シュトラウス2世の音楽について、ブラームスは、以下のように評している。エドアルト・ハンスリック・シュトラウス2世の後期の、 舞台作品の中では最も成功したものになり、88回、公演された。音楽評論家、エドアルト・ハンスリックは、次のような熱烈な賞賛を送っている。車は、草は始めから、終わりまで、楽しさいっぱいである。そこが、以前の作品、ジップシー男爵、ジンプリチウス、パスマン、リンゴ祭りとは、違うところだ。前の作品は少なくとも、シーンによっては、 悲劇か干渉劇の様式と危うく紙一重だった。車場、草は、シュトラウスのオペレッタの中では、罪のない中産階級を素材にしている点だけでなく、音楽の喜劇性が絶えず維持されている点で一番効果的な、コウモリの、あの見慣れた道に戻っている。大のイ,イエフライエプレッセ神十12月6日付この、オペレッタの初演に際して、シュトラウス2世は、人気の喜劇役者、 アレクサンダー・ジラルティと仲違いしてしまった。家庭問題からジラルティが出演を最後まで渋ったことが原因であった。ウィーンのカリオストロ以来、ジラルティは、シュトラウス二世のオペレッタに欠かせない重要な存在であったが、この作品を最後に、彼が、シュトラウス二世のオペレッタに登場することはなくなった。記念写真に収まるシュトラウス二世とブラームス序曲の中に、 フルートで演奏されるワルツが登場する。このワルツは最後に華やかな対戦率をまとって繰り返されるが、この対戦率はブラームスが書き込んだものと言われる。ただし、筆跡関係によると、オリジナルスコアには、シュトラウス2世の筆跡しかなく、おまけに、ブラームスが対戦率と共に書き込んだと言われる。ブラームスによる対位法。という言葉も見当たらず、 事実ではない創作された逸話だと思われる。楽譜一楽譜は一時的に使用不能です。楽譜二楽譜は一時的に使用不能です。ワルツ、人を信ずるには、は、上の旋律をもとに作曲された。この序曲は、車場、草の劇中音楽の中でも特に有名で、しばしば単独で演奏される。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの、 序曲登場歴、ケンプ P219ABC、ブラームス回想6集、第2巻ブラームスは語る、P146ABC、ケンプ P220、AB ミヤ P203 ミヤ P202、AB 加藤 P182、AB ケンプ P221。ありがとうございます。